見せてくれる？魔人のことなら任せな。
魔人のことなら任せな。またな。いつでも来るといい。元気を強くしたいのかな。また来てくださいね。
Thank you.
ふむ、さすがに雰囲気があるの。さて、こういうのは頂上に宝があるのが定番じゃ。一気に行くぞ。Thank you.
やお宝の匂いがするぞ。
これは何じゃ。どうやら封印されているようじゃが。肝が冷えたぞ。助けておいてなんじゃが、気をつけろ下僕、あやつら怪しいぞ。通常の空間転送とは違う現れ方をしておったし、なんだか雰囲気も。助けてもらったことには感謝いたします。しかし
すぐにこの場から去っていただきたい。何？これ以上は言いません。去りなさい。従わないのであれば。ティリス、この方は私たちのために命を懸けてくださったのですよ。ですが。これは、いつの間に戻ったのだ。竜族、貴様はどこから。やめて。あぶしが食らう価値もない。ダメです、逃げてください。あなたには関係ない。一度助けたし、ここで逃げるわけにはいかない。おお、今のを見てなお立ちはだかるか。よいな、実によい。さて、今度の虫はゆっくり殺せるか。まずは足、次に手、そして頭を。ティリス、飛ぶつもりか。あなたも早く。なかなかに無茶なことをしてくれる。いずれ来るその時まで、せいぜい逃げ回るがいい。ボルディゲンがいない。どうにか難を逃れたようですね。エリンゼ様、的確なご判断でした。ですが、お体の方は大丈夫ですか。あの状態の装置を起動させるのは。大丈夫です。遡ったのは数時間ですもの。クロノグラムの消費も最小限に抑えられましたわ。おい、お主らは一体何者じゃ。なぜ倒したはずのアバリティアがいる。そしてなぜ竜王に狙われておる。一体今わしらに何が起きているというのじゃ。先ほども言いかけましたが、私たちのことは話せないので。いえ、ここまで巻き込んでしまった以上、知らぬ存ぜぬというわけにもいかないでしょう。わずかとはいえ、時空干渉の可能性があります。歴史が変えられてからでは遅いでしょう。
失礼いたしました。改めまして、私の名はエーリンゼ。こちらは私の従者でティリスと申します。先ほど起こった出来事、いえ、私が起こした出来事はクロノリープです。クロノリープ？はい、あなた方が体験したのは時間を飛び越える行為なのです。とっさのことでしたので、数時間ほど遡るのが限界でしたが。時を飛ぶ技術じゃと？信じがたいのはわかりますわ。けれど、ひとまずこの場から離れましょう。じきにボルディゲンがやってきます。そうですわね。立ち話もなんですし、とりあえず外に出ませんか？そうすればきっと私の言っていることが真実だと実感していただけるはずです。今いるこの時間が先ほどよりも過去に位置するのだと。だからあれは数時間前のあなた方自身なのです。見柱に防衛設備があるのも納得じゃん。あんな装置をホイホイ使われたらたまらんじゃろうて。ん？待てよ、見柱に降り立ったカイソ、ライジャとはもしや。ライジャですか？ああ、確か私たちのようにクロノリープしたものを昔の人々はそう呼んだと聞いていますわ。では、お主は？エリンザ様！大丈夫、平気ですわ、ティリス。すみません、この辺りに休める場所はありませんか？それなら、この近くにラルパルという集落がある。そこで休むがよい。わしらも行くぞ。こやつらには、まだまだ聞かねばならんことがありそうじゃしな。大丈夫ですか、エーリンゼ様？ありがとう、ティリス。少し休めば問題ありませんわ。悪いが、その前にそろそろ説明してもらおうか。お主たちが何者で、どんな目的でこの地に降り立ったかをな。私たちが時空を越えてきたというのはなんとなくお分かりでしょう？そうです、私とティリスは今から千年後の未来からやってきました。千年後の未来じゃと？そんなバカな話。いや、今の自分たちも時間を超えた存在なわけだから、つまりは超えた時間の幅が違うだけか。理解が早くて助かりますわ。で、千年もの未来からやってきた目的は何じゃ？アバリティアの解放です。アバリティアは歪みの存在、そこにいるだけで時空を狂わせます。
アバリティアが生み出した歪みは徐々に蓄積され、遠からずこの星を飲み込んでしまう。そういった観測結果が私たちの時代にて確認されたのです。なんじゃと？私たちの時代のアバリティアは歪みが肥大化してもはや手に負えません。ですが千年前なら、この時代のアバリティアならばまだ手を尽くすことは可能ですわ。私たちはアバリティアを探し出して解放し、時空の歪みを解消する。そのために遥か未来からやってきたのです。この星を救うために。話がいきなり壮大になりよったな。しかし過去を改変しても良いのか？何やら面倒なことになりそうじゃが。それにつきましては十二分に検討を重ねています。アバリティア解放による影響と改変範囲、そして星の未来を天秤にかけた上での計画です。さて、私たちのことは全てお話ししました。納得いただけましたか？うむ、大体は理解した。そうですか。では改めて、この話は重要機密であり、クロノリープ自体も一部以外には許されない禁断の秘術です。それらを知ってしまったあなたたちには今からとある選択をしてもらいます。我々に協力するか、それとも死か、お好きな方をお選びください。はい。協力か死か。死を選ぶ場合は私も本気を出します。あ、冗談きついの。のう、下僕。冗談ではないことなどお分かりでしょう。どうかこの場で選択を。協力する。まあこう答えるしかなかろうて。すみません、無理強いしてしまって申し訳ありません。でもありがとうございます。まあ星の未来なんて言われたら冒険者的に協力せざるを得んしな。うん。それに、重ねて言いますが、このことは一切他言無用です。もし誰かに話したら死じゃろ。分かっとる分かっとる。おお、そうじゃ。そうまで言うなら誓約を結ぼうぞ。ほれ、ここにサインを。いいでしょう。はい、書きましたよ。下僕契約書。よっしゃー、新下僕ゲットじゃ。え、下僕、ちょっと待たないよ。これはもうテステのものだもん。エーリンゼ様、やはりこの者たちを消してしまいましょう。いいではありませんか。これぐらいしたたかな方が協力者だとかえって心強いですわ。はあ、よし、では下僕よ。後輩下僕の面倒を見てしっかりわしの役に立たせるのじゃぞ。え、あなたも引っかかったんです？はあ、だからさっきから下僕って呼ばれて。まあ、ティリスの先輩だったんですね。それは心強いですわ。ではまあ、しばらくの間よろしくお願いします、先輩。さて、あなた方には早速お願いしたいことがあります。大丈夫です。すぐに動けとは言いません。少し休んで準備ができたら声をかけてください。